だから上から目がはみ出目がよちらって見えてんのがなんか高校の時さ、こうやってなんか眼鏡ずらしてさかける怖え先生がいたんだよ。めっちゃ思い出すわ。ペンタ似合ってんな今日も。どうもしぜんさんおはよう。はいこんにちは。今日は5月18日ですね。今日またイベントがねあるらしい。あフータそうフータからのお知らせが。はい、あそんな長いことやってんだ。国際ミュージアムデーに合わせて博物館でスタンプラリーが開催されてます。これめっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそう。スタンプラリーとかクソテンション上がるよな。はーいよし今日も楽しい一日にしようぜ。鈴が鳴った、かわいい。スタンプラリーとかもうたまらんよな。やっちゃうもん実際にあったら。よしというのはまずお手紙見ましょう。あミラコおはよう。あペーターからなんか来てるんですけど何ですか。あアウトドアハットね色違ったんだよね。あおととい母の日サンキューマグカップ届いたじゃん。ずっと楽しみだったんだ俺母の日サンキューマグカップが。来たー5万点5万点でも商品もらえる。まだいけそうじゃない。10万ってやばいなマジで。見る目のあるレオモンくん上。この前お部屋を片付けてたらこんなものを見つけたんだ。僕こういうのよくわかんないからよかったらもらってくれないかな。本物か偽物かは君の目で確かめてみてね。掘り出し物かもペーターなんか常吉からなんか買わされたんじゃねえだろうな。お気に入り。よしじゃあ見ようぜ。あちょっと待って、常に最高得点のハッピーホームアカデミーをお気に入りしてるから俺は。これを外してよいしょ。さあさあさあ、あ追いかけてるね。コンボ追いかけてる。ちょっと待って、一回見よう。まずは、おいだよね、金の盾だね。全部ゲットかな、これで。おごそかな、名画。マジ本当に常吉から常吉から買ってるじゃん。これ美術品だよね。これどうだろう。本物か偽物かわかんないけど。楽しみだな。これちょっと風太に渡そうね。すげえ、やった嬉しい。もらっちゃった。今日は常吉どうだろう来てるかな。ちょっと待って一応あれだな、聞こう。今日はね土曜日にやってないのでトタケケはいないんですけど、でもお知らせでなんか今日キニオさん来てますよっていう話しなかったな、はい、おとといどう 2 days ago って書いてある。あーいいね DJ がいるじゃん左に。あ、いいねー。あ、いい。こういうの好きなんよなさすがですね、トタケケさん。よし、ちょっとじゃあ金の盾飾るか、隣の部屋に。よし金銀銅揃ったな。これで終わりなのだろうか。でも5万ポイントって書いてたな。なんか今んとこ2万ポイントずつぐらい刻んできてるけど、8万ポイントとか、10万ポイントとかでもなんかもらえそうな感じもするけどね。いいね。あ、ここいいな。あ、ここいいね。いいね。よし。じゃあ、まあ博物館に行ってスタンプラリーをしたいんだけど、あそうだここねいろいろね作ったんだよな。いやこれかわ、あレックス来てるじゃん。おっすー久しぶりじゃんレックスそうだよ当たり前じゃんそうリアル節足系アーティストのレックス。おっすあそうな、あマジかちょうどいい。了解めっちゃちょうどいいよ。無視そうな、うん了解。ちょっと待ってまた後で来る。ちょうど俺ちょっと作ってもらいたいフィギュアがあるからさ。めっちゃあーすごいじゃーんたぬき商店でっかくなったな、たぬき城ってすごい感動。ちょっとお祝いの品でもあげたいぐらいだね。こりゃパシャ自分のもんみてえね、なんか写真撮ってっけど、まるで自分のもんのように。いいね、たぬき商店。あ、チューリップ飾ってる。チューリップかわいいな。あ、ちょっと行こうぜ行こうぜ、たぬき商店。あ、すごい、なんかカラーンとか、あの音ラテだっけ。さすがだね、しっかり。うわいや、おかしいって、売ってるもの。あーさ、服変わってる、服変わってるじゃん。すごいすごいすごい。ご覧の通り新店舗の営業再開しておりますだって。いや、こちらこそ。にーかわいい。いや、こんなに立派なさ、ちょっと高いところにねえ、小上がりに置いてんのにさ、布団敷いてっけど、あ、音楽が違う。いいね、いいじゃない。俺卓球台置いてる、これ絶対買うだろ、どう考えても絶対買うからこれ。うわっ、買えない。でも俺貯金いっぱいあるから、30万ぐらい俺 ATM に振り込んである、貯金してあるから。これはピテえ、これ何、え、これ手洗うやつではないのか。買っとく買っとく、持ってないから。布団は買ったもんね、お布団。これ同じ柄だな多分な。これ卓球台買おう、卓球台。これ俺ゲームセンターみたいなとこ作りてえんだって、前からちょいちょい言ってるけど。これ持ってるよな、レコードとかはね。え、すごいすごい、かわいい、めっちゃかわいいね。なんかこのレジのところ、うわ、なんだこれ、おいなんだこれ、おい、なんか闇の力を得た釣り竿となんかじょうろとおい、闇の力を得てる。なにこれ、アウトドアなパチンコだって。わ、すごい、傘も2本になってるし、なんか傘のクオリティも上がってる。レースの傘、パイナップルの傘だって。これは売ってる、これは変わらないかな。あ、これは変わってないっぽいな。あ、すごい、これも2個になってるし。レシピ集は、なにこれ、タイマーって何、タイマー、タイマーってなんだろう、え、買っとこう、なんかわかんないけど。これなんだこれ、タイマー。あとは、え、すごい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 。え、なにこれ、ちょっと買おうぜ、このなんかかっけえかっけえやつ。これ買おうぜ。これ毎日色違い出んのかな、もしかして。わかんねえけど、あれなんなん。キッズルームの壁紙でしょ。お、すごい、壁紙とかも増えてる増えてる。8枚ずつ売ってくれるようになった。すごいすごいすごいじゃん、豆粒よ。すごいよ、ここレジんとこ超可愛くない？いいな、雰囲気超いい。写真撮っちゃおうかな、これ。ここでこれこっち向いてくれんのかな向いてくれた。ちょっとずれてない、ちょっとずれてね、ほいほいほい、ちょっとずれてね、ほいしょ。これ写真撮っちゃおう。卓球台がいい感じに写ってるいいね、新しくお店が新しくなりました。よし、ちょっとごめんな、また来る。お金持ってくるわ、金下ろしてくっから、ちょっと待っとけ。お、卓球台と、あのなんかすごい、なんかかっこいい釣り竿。絶対闇属性だもんあれ。来ねえな。ほんでキニオちゃんどうして来ないのよ。掲示板だよ。あ、リニューアルオープンのお知らせだって。いいね、本日たぬき商店がリニューアルオープンしました。さらに充実した品揃えで、島の皆様お待ちしております。ぜひご来店くださいと。いいじゃない、いいじゃない。はい、さあちょっと待って、ちょっとお金下ろそう、お金下ろそう。よいしょ。これ卓球だ卓球だ。これさ、サッカーのトイサッカーだっけ、あれとかとさ、一緒に部屋にいっぱい置いて、ゲーセン作ろう、ゲーセン。そんでこの謎の釣り竿と、これ超かっこいい、このアウトドアのパチンコ。買っちゃうよ、こんな買っちゃうよ。パチンコさ、リメイクで色は変えられたと思うけど、これでもさ、リメイクとかじゃないよな、これ。なんか色だけじゃなくない？形がなんか違うんだけど。これ長持ちするのかな、普通の釣り竿とかより。この顔かっけえ、これいいね。タイマーってなんなん、時間を計るだって。3分何あー、これか。何匹釣ったとかもわかるんだ。これに使えるやつなんだ。なるほど。まあなんかあれだね、友達とさ一緒にオンラインプレイするときに、じゃあ3分でどっちが多く虫取れるか勝負しようぜみたいなときに遊べるね、これね。いいね、いいね。よいしょ。さあレックスもいますが、ちょっと待てよ。あれ、これカラフルなみシャギーンかっけー、めっちゃかっこいいだろこれ。レックスも嫉妬するだろう、こんなの俺が持ってたら。見てくれレックス、レックスに持ってほしいな、なんなら似合いそう。いやレックスの網もなかなかすごいなんかトゲついてるもん。来た、虫がいないのにこのポ、ちょっとごめんレックス、どいてもらっていいかな。あらまあサンドイッチ食べてるのねえ、オパールさんおいしい、なんでしょう、おいしいね。あれ見てくれよこれ幸せそう、オパールさん、おばあさん幸せ、お食べ、サンドイッチお食べ、はい召し上がれ。あ、おいしいね。サンドイッチ食べてんのオパールさん、おいしいかい。あ、ほんとよかったよかった。相変わらずいい島ですかオパールさん。もうちょっとお話しようよオパールさん。あ、オパールさんも、あ、オパールさんこれあげるか出てたのか。インスタのツールがあると一気に彩りが増すわね。だって嬉しいね、いいね本当だ、いつまでもここインスタの気分が過ぎるだろ、いくらなんでこれ。あ、やばい、タイムがタイマーが終わっちゃう。タイマーが、お花は咲いてるかい。これなんだ、え、ちょっとこれなんか違う色、これ赤、これ赤かな、なんかピンクみたいに見える、紫みたいな、ピンクみたいに見えるけど気のせいかな、どうだろう。ああこれはもう間違いなく、これなん、これ紫の灰咲いてる、後輩に成功した、白と白で紫が咲くの。はあ嬉しいなこれ、めっちゃ嬉しい。俺最高じゃん、錦オオツバメが。俺こっちは赤かな、どうだろう。嬉しい嬉しい。ちょっと待って、みんなとお話がしたい、お話がしたいけど、ちょっと一回さ美術館じゃねえや、博物館入ってちょっと風太と話してみようぜ。あ、寝てるわ風太起きて、風太はっ、いえいえごめんな、いつも寝てる時間に。うん、国際ミュージアムでということでスタンプラリーを開催しているんです。やったぜ、虫、魚、化石それぞれの展示、スタンプラを3つずつ設置しているだって、個別に報酬をご用意しておりますだって。ほう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 、ふんふん、3つずつスタンプを押せる場所があるってことかな。いいね、探す感じなんだろうな。ただじゃあさ虫とか魚とか、まあ、化石もそうだけどいっぱい取ってで、それでいつもさ回るじゃん。でそこで一緒にスタンプラリーしようぜ。なので 2回来ることになっちゃうからな。でも美術館にはないらしいから、先にこの厳かな名画、これ本物、本物、これペーターがくれたのよ、厳かな名画。あっいけたぞ、本物だったんじゃないこれ。やったぜ。ちょっと見に行こうぜ美術館。ここにこんなお花みたいな飾ってたっけ、マジでもうやべえ、起動するたびに新たな発見があるわ。これが動物の森なんですよ皆さん。よし、ちょっと待ってよ、どこかな。あー、厳かな名画だって。あ、これはまさかついに奥のスペースを使う。おはは、いやさっきよりでかい確かにさっきもでかいと思ったけど、さっきよりでかい。すごいねこの大きさは。ちょっと見てみましょうか、解説を読んでみよう。んこれか、はい、ちっちゃい解説、こんなちっちゃいところに書いてあるの。厳かな名画、レオン様寄贈、はい、ラス・メニーナスディエゴ・ベラスケス作、1656年頃だって。スペイン王宮に仕えたベラスケスの名作、小さい王女と付き添いの女官たちが描かれ、女官たちという意味の題が付けられただって。画面左の画家はベラスケス自身で、その右側の鏡に映っているのは実は国王と王妃。あ、見てるってこと。誉れが来た、誉れが。つまりこの絵はベラスケスが国王と王妃を描いている様子を国王の目から見たシーンなのだ。はあいいね、発想がね、発想がもうね違うものね。全然俺美術品のこととかわかんないんだけどね。でっかいね確かに女性が多いねそうだよ、俺が寄贈したつらしい加減させもらってるようじゃない。いやまあつってもペーターが持ってきたんだけど、絵の密度がすごいなあ。だってかわいい。あ、いっちゃった。もうちょっとよく見ようぜ。これほんとだ、映ってる。鏡に国王と王妃が。なんかその間この人たち何してんの。この人たち何をしてるの。これあれなの。これはあれな、子供なの。お姫様な、この子は。その頃お世話をしてんのかな。ちょっとここで待ってましょうねっつって。犬までいるけど見ているのかな、国王と王妃。よいしょ。モナリザはどう、モナリザはどうだい。ああ確かにな。いいね、ほまれ。ほんとほまれのコメント全部聞きたいな。これは俺がね買ってきたのよ、常吉から。ほまれのコメントを全部聞かせてくれ。ほまれは本当に表現が豊かで最高。ほまれと喋るの楽しい。んでっかいねこれ、ほまれ。すごいねこりゃ。こりゃすごいぜ。どうだい、感じたかい。アートを感じたかい、ほまれ。ちょ、ほまれミロのヴィーナス見て。ミロのヴィーナス。ほまれミロのヴィーナス見ないわ。なんか見なそうな感じ。多分見るやつが決まってるんだと思うけど、ミロのヴィーナスは見ないっぽいね。よし、ほんじゃあな。いいね、なんかみんな個性があっていろんなコメントをしてくれていいわ。よし、じゃあ虫や魚をたくさん取って、それから来てスタンプラリーしようぜ。レックスもいることだし、大紫取んないと。あと1匹大紫がいればできる。あ、じょうろじょうろ、このかっこいいじょうろで。これ一体何なんだろうな。よいしょ。あ、でもこうやって水あげられればいいね、いいね。あら、ペンタお、ペンタの走る姿かわいすぎるって。今のいくらなんでも犯罪だろこれ。あ、浮きがなんかでっけえや。よいしょ。あら、石ころだった。はい、まあ魚とか虫やりつつもお話ししようぜ、みんなと。でもペンタ今一生懸命虫を追いかけてるから。あっちの虫に目がいっちゃったね、ペンタ押す押す、ペンタ。俺だよ俺これ毎回久しぶりになっちゃうな一回それ言ってくれるのか。おしゃべりしようぜ。うん、なあ、卓球だ言ってたぞペンタ。卓球しようぜ、卓球。外に置くのもありだな、卓球。あ、ゲーセンコーナー外に置くのもありじゃないね。え、みんなでできそう。店は大きくなっていくけど、豆吉くんとつぶ吉くんもそのうちたぬきちだみたいな大きかかわいすぎる。なんじゃそら、きっとなるよそのうち。そのうちの態度も大きく気も大きくなっていく、そのうち。春の風って気持ちいいよな。俺らの筋肉が喜んでるぞ。だっこ気持ちいいね。5月だけどまだ春っていう認識なのね、みんなは。オス1号筋トレ頑張ってるか今日も。うん、オスです。久しぶりだねこんなこと言えるんか、こんなのを。以心伝心言えますかってんですよ。嬉しいね。虫取りのコツ掴んできたかお前誰に物言ってんだ本当に。すごいんだから、毎年ものすごい量の虫取ってんだから俺は。話しに来たよ、別のゲームだけどねえかわいい子、このかわいいやつな。何度聞いてもいい。1号の口からも聞かせてくれ。あったあった、レックス。うんな、虫マニアだからな。1号もよ、虫取ってレックスのとこ行きな。さあ、新しい虫が取れるといいな。ペーターまたそのお洋服着てるのお気に入りなのこれね。え、あげたやつ嬉しいね。ちょっとなちょっと美味しいものでもね。腹減ったな、飯食ってねえんだよな。いったいったいった。うんね、可愛かったねあれ。これはペーターとかより年下なんだろうな、あの子たち。ちっちゃいもんね。世間話しよう。うんそうなの、ヒラメ任せろ俺に。ヒラメなんかいっぱい釣れるんだから、今日は釣りもたくさんするからね。頑張って釣ってくるからちょっと待ってて。じゃあこのカラフルな釣り竿でヒラメを探そう。ヒラメはでっけえからなあ。でかいと思ったら結構ヒラメなことが多い。重いしね。あとよいしょ、ほいほいほい。おいでも桟橋のでっかいのは結構期待できんだよな。ヒラメじゃなくてもっとすごいのが釣れる可能性がある。あーヒラメ一撃でヒラメ釣った。思いが伝わったな。ペッター、あらあら、こんなところでお休み中かいペッターあごめんわざわざごめんな、魚持ってきたからさ。はいヒラメどうぞ。どうこれヒラメだよ。すぐ釣れちゃった一発あなんかくれんのいいのに。あ家具だ。なんだこりゃ。ノームの置物出たな先生先生じゃない。また新しい先生が増えることになるあれこれも同じじゃない。同じ先生じゃない2つ置いたろうかな。ノームの置物。あーちょっと待って、ちょっと待って、あれ何ゲンゴロウ。タガメじゃないよね。色がゲンゴロウ的なのが。こいつはっ。おすごい音もなく取ったから魚も逃げない。あゲンゴロウだ。やったぜ。いいねいいね。結構こういうアメンボとかタガメとかゲンゴロウとかいるな。川に虫これ。あすげえ咲き乱れてんじゃんチューリップ。いいねいいね。これはフララもきっとハッピーだろうな。これまたチューリップもあれだ、交配しないとね。白白黄色黄色白黄色で 3種類交配してなんか釣れるじゃねえやお魚のことで頭いっぱいじゃねえか。なんか新しいのが咲くかもしれん。なんかいるよ。おいおいおい何これ。デメキンそのままデメキンって言うんだ。目元パッチリ。やったー。あんまり池で釣りしてなかったから新しいのが出ましたね。船っこん？ん？いやーちょっと待って何こいつ。